ミヨハンです。言うて言うと、今日ね、せっかく新しい企画始めようと思ったのに、カメラがぶっ壊れの好きでして、急遽スマホで撮ることになりました。ごめんね。画質悪々でごめんね。まあ今日は何をするかと言いますと、みんなさ、この時期って、友達とかさ、同期とか先輩とか、後輩とかのとさ、酒を飲んで親睦を深める時期じゃない。でもみんなリモートになってるはずなのよ、コロナで。だから宅飲みできるように、今回俺が酒のレシピを教えるぜという回です。先に言っておくと、私めちゃくちゃお酒が弱く、ほろ酔い半分で泥酔しちゃうレベルです。そんな私ですが、頑張ってお酒をみんなのために作っちゃうよ。今日ベースとなるのはこちら、カルーアです。なんだかんだ私もカルーアは飲んだことなくて、今日めちゃくちゃ楽しみだって。みんながさ、カルーアミルクくださいとか言っててさ、いいなって思いながら、今まででも飯とは合わねえなと思いながらスルーしてきたんだけど、今日家で作ってみますね。今日はカルーアで作れるレシピをいろいろ紹介していきたいと思います。まあまずはカルーアミルクでしょ、言うて定番の作っていきましょうね。きっと最後の方になると、俺ベロンベロンになって、下手したらもう記憶ねえくらい酔ってるから、そうなった時はちょっとすみませんね。お見苦しいですけども、カットはしていきますけども、よろしくお願いします。そしたらカルーアを解凍していく。まずカルーアミルクのレシピですが、こちらカルーアの素4分の1と牛乳4分の3らしい。そしたら早速入れていきます。まあ今回はそんなに飲んだらベロンベロンになっちゃうから、これくらいでいこう。からの美味しい牛乳でござる。4分の3でしょ。あ、こぼれちゃう。こんなもんか。こんなもんですかね。こんなもんかい。もうちょっといるか。ベロンベロンになっちゃうからな。そんですぐ顔に出るのよ、私。混ぜます。混ぜます。こぼしてるし。酔ってねえのにもうこぼしてるし。もうこぼしてる。あー、カルーアね、カルーアだよ。そもそもカルーアとは何ぞやと思い調べてみると、あれだよ、コーヒーだわ。コーヒーのリキュールらしい、コーヒーの。夕飯特製カルーアミルクの完成です。そしたら早速、いただきます。乾杯。クギン。普通にコーヒー牛乳じゃめっちゃうま。なんかお酒感がない、全く。これめっちゃ美味しい。普通のコーヒー牛乳よりめっちゃうま。美味しいじゃないですか。これ全国の女子うまいぞ、これ。カルーアミルク飯とは合わんけどうまいぞ、ひたすら。これなんかお酒の感覚なしにジュース感覚でグビグビ飲んじゃったけど、後から来ないよね。後から来ると相当やばいことになる気がするんだが、あーでも確かにお酒の感じは後でなんか喉がカッカするな。いや、下手したらアルコールアレルギーがあるんだわ。ていうか今日なんか全体的にテッカテカじゃない？カメラのせいかな。早くカメラ欲しい。聞いてくれる？ちょっと俺さ、今までこれで撮ってたので、これ撮るときにこの画面をね、こうしてたの。こうしてここを見て撮ってたの。本来ここに映るのよ、あれが、自分の顔がモニターとして。なのに映らなくなっちゃった。ご覧の通り、このようになめ申しと。だから俺を買い替えなきゃいけないのよ。まだ酔ってない気がするんだけど、ちょっと、まあ最初から顔赤かったからな、若干。では早速次のレシピいくか。次、カルーアウーロンという、ウーロン茶とカルーアのこれを足してできたお酒です。
その名の通り。こちらカルーは 45ml に対してウーロン茶適量ということでね、その適量を教えてほしいんだけど、こちらとしては。そんなさじ加減でいけるの？じゃあちょっと味見しながら適量を見極めていくか。45ml をとりあえず入れていきます。待って、45ml って結構な量だな。こんなん全部飲んじゃったらベロンベロンになるに決まってるやん。適量って何？とりあえず半分ぐらいで割ってみよう。半分。いや、そもそもさ、コーヒーとウーロン茶の組み合わせってことでしょ。初の試み、いただきます。カルーアウーロン。なんだろう、黒糖飴の味する。やっぱ黒糖飴の味するじゃん。黒糖飴ってウーロン茶とカルーアができてるの？いや、これ今さ、今これ動画撮ってるからスイッチちゃんと入ってるけど、オフにした瞬間ぶっ倒れる気がする。何度っていうかカルーアって、そもそもな、アルコール度数 4% 以上のお酒は飲んだことがない、ないくはないけど、あまり飲まないから。どこに書いてるの？シミアルコール度数いくつなの？え、20% って書いてますけど、 20% って書いてますけど、え、 20% って薄めたらな、あの 4% とかになること？見てよ、もう顔に出てきてないか。ちょっとやばくない？まだ取り始めて10分しか経ってないんだけどこれ全部飲めるのかな。これ全部飲んだ頃にはもう、あれよ、出来上がってるわ。もう出来上がりつつあるけど。カルーは恐ろしい飲み物だな。なんか頭回んなくなってきた何喋ってんだろう。あー、急に猫になるな。っていうか、俺人と飲んでる時いつもこんな感じなんだ。そりゃ心配されるでな。めちゃ乾かなってるで。全然進んでないのよ。にゃーどうしよう。わかった。これ全部飲まなくても次のいければいいんじゃない？次作るのはカルーアオレンジ。これ企画として成り立たないからね。早く作らないと。これもね、あの、カルーアオレンジも 45ml に対して、オレンジジュース適量。書いてたんですけど、あの、見てた通り 45ml も入れてたらこんなことになっちゃうので、オレンジを多めに入れさせていただきます。 お酒酔いが回りすぎるとどうなるかというと、人によって違うと思うんですけど、笑い上手っていうよりはなんか手遊び派いるじゃん、そういうやつ。酔い始めたらなんかいろんなもの、周りのいろんなものをぶっ壊していく破壊系、そのそういうタイプ。じゃあこちら入れたいと思います。だいたいこんなもんですかね。見て、オレンジジュースがこんなゴムみたいな色になっちゃったよ。あれ、意外と美味しいぞ、オレンジとコーヒーこぼすなこぼすな、口を緩くするな。あ、これならごくごくいけるね。めっちゃ眠い。撮影中なのにな。撮影中だぞ。寝るなよ。撮影中だぞ。撮影中なのにめちゃ眠い。ちょっと待てよ。これ企画として続くのか。カルーは強い。カルーは強い。俺はカルーに倒されそうだ。やばい。思考停止しか来ている。大丈夫か。でもね、今日紹介するのはね、カルーアオレンジの次はね、あと最後ラストのやつ。デザート。デザートは何としてでも食べたい。本当に寝ちゃダメ。とりあえず次に進むために飲み干します。味のレビューしなきゃ。味はね、美味しい。では最後、お待ちかねのデザートに行ってみましょう。みんな大好き。スーパーガク、ガク。しっかりしろ！メイシブルガリアヨーグルト。美味しすぎる。
もう一回歌わせてくれ。メイジブルガリアヨーグルト。限界来てる、限界。あ、そしたらこちらの中でコラボ入れたいと。お、バイバーし。これでいよいよ冷まさなくちゃいけない。いただきます。まあ、当然のごとくうめえわ。めちゃうまー。アイス美味しいな。アイスってなんでこんなにうまいんだろうな。本当にやばいぞ、本当にやばい。今日はここまでにしておくか。じゃあ今日はこの辺にしておきましょう。この感じで続けられるか、続けられるかどうかは謎ですが、バイバイ。